段階、このチャンピオンシップの2日間ってすごいなんか一人一人で欠けても繋いでいったと思うんだよね。そのなんか優勝に対するなんか執念とかっていうのは全員あったか。俺マジ誰が死んでも勝てると思ったし、うん、誰が生き残っても勝てると思ったから、もうだから一人の時とかでも、うん、みんな声出したし、うん、でも声出しててもその人の情報に邪魔にならないように、うん、たまにここはもう個人の判断に任せよって言って音に集中させてあげたいとか全部できたと思うし、フルでやりたいこと全部できてるんじゃないかなって、まあ、6試合目とか反省点はいろいろあるし、うん、その場でできた最善は全部できてるんじゃないかなって、うん、本当に1年間やってきたことを全部出せたよね。だってさ、今までさ、その死んでもさ、サボるやつとかいたじゃん。すごいね、まあ他の4人のメンバーでずっと1年間言い続けたことで、お前らに関してはその状況が分かんないじゃん。前、その前のことって分かんないじゃん。入る前のことなんで、チームの状況が。よくそのチームになんか、チームの色に染まってくれたなと思って。で、そこは本当に2人に感謝してるし、お前ら2人いなかったら多分勝ててなかったと思うし、俺は今回のチャンピオンシップ。だってしっかり KWL も優勝してるしな、今月。な、セアが出た、リーグ戦も。ちなみに、ここどこが出ても、俺は6人、誰が変わっても、強いチームを作りたいんで、まあ、その中でしっかり、メンバーが変わっても、リーグ戦優勝できてるんでね、まあ、今後また公式大会とかもメンバーいろいろチェンジしながら、ね、クンとかも休みたいでしょ。うん、いや、こいつはダメ。こいつはどうするの。そうだね、終身雇用だ。3ヶ月休んだから終身雇用だ。うん、はい、そして、まあ、賞金多分今までの最高額だよね、全員で、賞金は6人で分けます。で、賞金の使い道なんだろう、まあ、とりあえず今もう特になんかこれに使おうっていうのはないんで、うん、とりあえずまあそういうのがあるのは貯金って感じですか、うん、これは奨学金とか毎日出してもらってるからまずそれ返さないと、うん、別に俺はその使わないから。まあそうだね、さっきコラのお母さんと電話したんですけど賞金なんて渡しませんって言ってたんでコラのお母さんにぜひその賞金で旅行行ってくださいって言っておきましたんで、コラのママ旅行行ってくださいね、しっかり、うん、お友達と旅行に行ってください。はい、そして滝、まあとりあえず車の免許取りたいあ、いや、うん、まあ、チャンピオンシップのお金は、うん、まあ、残った分を貯金して、うん、その給料、うん、プロになったらまあ、多少は彼女に言うよ。そうだな、今まで散々助けられてるしな、お前はな、やっと職に就けたな。いや念願の職に就けたな。ちなみにでも、今回チャンピオンシップでプロになれなかったら、やめて、普通に仕事するつもりだったから。そうだよな、多分全員がそれは思ってたはずだよ、本当に。なんか、多分、俺もチャンピオンシップ今回1位取れなかったら、言ってはなかったけど、目標がないから、言うてもやっても一緒だと思ったから、放出するか、もう解散しようと思ってて、それは話そうと思ってて、優勝できなかったね。まあ優勝できると思ってたから、その運営の人にも何にも話してないけど、なんか後付けみたいになっちゃうけど、ガチで思ってたから、そこは。だってプロリーグも出れないのに、やってても意味ないじゃん、言ってもさ。三大リーグだけで続けてもさ。世話、賞金、まあ、まあ俺言ったよね、ツイッターでさ、お前なんか一言のようにおめでとうございますとか言ってきたけどさ、俺は6人で戦ってるってずっと言ってるからさ、うん、まあしっかりそのね、1位取ってきてくれて、その賞金の使い道とかって多分過去最高額でしょ、 L 賞金ですね、はい、うん、いや、何も決めてないです。何も決めてない、なんか親に相当さ、だってフェンネル入る時もさ、親反対してさ、だから親に何かしてあげたらいいんじゃない。いや、親には一応勝ったって報告したら、うん、なんか喜んでた。まあ1円もあげないですけど。なんで？いやいや、なんでご飯ぐらい連れてってあげろよ。うん、せっかくだし。まあ、親とあとメンバーと使うから。だね。まあ、まあ、そして食うの。え、マジで貯金っす。マジで貯金。嘘言うな。どういうことな？嘘言うな。何が？こいつのぼりで出ねえよ。3ヶ月禁止したやつが貯金なんてするわけだよ。何が？なんか欲しいものとかないの？ない。物欲ないっす。車は？いや、いらないっす。こう免許持ってるのに？持ってるけど、うん、まだ免許取ってから1回も運転しないっす。じゃあ今度カメラマン、くんとドライブ企画っつってくんに運転させて、ちょっとなんかドライブしようか、みんなでね。みんなで、いいんじゃない？ファミリー感借りて行けばいいじゃん。みんなで旅行。
ビニーカー借りてね。怖い、絶対事故るもん。心霊スポット行こう、みんな。クソガキだ、本当にクソガキだ。免許取りたくないやつ、すぐ心霊スポット行っちゃう。そう、そして高い目。俺は東京に引っ越します。引っ越す、はい、え、実家あるじゃん、東京に。はい、うん、いや、実家に帰れるんじゃない。いや、東京に引っ越して、まあ、こうや、まあ、別になんか、東京で働く場所もある、まあ、あると思うし、うん、まあ、免許持ってるんで、うん、まあ、こうやが終わっても、一応、仕事を探せばできるかなと思って、まあ、ちょっと両立したいんで、うん、とりあえず、まあ、そのお金で一人暮らしをして、まあ、こうやが終わっても生きていけるように。また配信やりたいな。PC、もうそろそろ、フェンネルから提供されるんで。はい。うん、配信みんな頑張りたいよね。ちょっとやっぱりここ最近、まあ、すごい配信なんかいろいろとやっぱりね、あの数字のバグとかもあったりしたし、配信すればすごいアンチっていうのが来るから、やっぱりそこを嫌がってた部分はあるけど、せっかく日本一になったんだから、そこをチャンピオンシップのバグ生かして俺は配信するべきだと思うし、しっかりそこはやっていきたいですね。さあ、そして最後なんですけど、最後2つ、一人一人今後の目標と、やっぱりすごいファンに応援されたと思うんだよ、この2日間。今まで以上だ、多分すごい感じてたと思うし、終わった後のあのツイッターのタイムラインが、だってお前らトレンドに入ってたんだよ。じゃあまずマイケル、今後の目標と、その応援してくれたファンの方々、そして、まあ、そのフェンネルの関係者、スポンサーさんやに一言お願いします。まあ、僕はとりあえず、まあ、プロ一応仮に確定してるわけで、うん、まあ、プロになったら大体みんな、まあ、別のゲームやったりとか、うん、まあ、ふざけ出したりするんですけど、うん、まあ、僕はまだ全然タイトル取ってないし、うん、まあ、全然荒野も面白いんで、うん、まあ、荒野続けて、まあ、配信も常に荒野時間多いんで、うん、みんながしてない時やろうと思うし、コンサーさんのおかげでそれは PC が届いてできるようになるんで、うん、頑張ります、これからも。じゃあちなみに、YouTube のチャンネル名は高姫。まあ、見に行きません。はい、ありがとうございます。はい、とりあえずもうすぐ、うん、プロリーグ始まるらしいんで、それをまた頑張っていきたいと思います。そして関係者やファンの方、いつも本当にファンの皆さんの応援が力になってるんで、どうもありがとうございます。関係者の方々、関係者の方は本当に迷惑かけたんで、とりあえず優勝できて勝てたかなって。いや、全然足りないですね。終身雇用ダメだ、終身雇用ですね。この後、だからな、さっきも言ったけど、選手終わったらフェンネルのオフィスの地下労働施設で自転車を漕いでもらいます。はい、わかりました。セアは今後の目標、そしてファンに、まずプロリーグと、あと、FFL とかも、うん、フィス2回にとか、うん、まあ、取れてないんで、そういうのも取りたいし、とりあえずタイトルと、あと勝ち続けたいってことですか。うん、で、ファンには、ファンには本当に自分もリザーブ枠で出てなくても、その自分が一番身近に応援したんで、そのファンの声とかも両方分かるんで、うん、本当に DM とか、リプとか、本当にありがとうございます。今後は YouTube も、まあ、170人ぐらいですけど、フォロワーも3000ちょいぐらいなんですけど、まあ、伸ばしていけたらなと。そうだね。はい、そして、じゃあ滝。とりあえず、サンダーリーグもう1ヶ月で、FFL はまあ、違うけど、うん、1ヶ月で全部1位取りです。で全部全部1位取りです。で、まあ、通常大会もどんどんいっぱい買って、うん、稼ぎまくってで、プロリーグ始まるんですけど、まあ、それが一番前提に目標として、まあ、総額2億円なんで、まあ、荒稼ぎします。もうさ、2億円確定してないでしょ。あ、そうなんだ。まあ、事前情報で聞いた話によると、そんな話が出てるって。そしてコーキング、まあ、そうですね、まあ、今回チャンピオンシップで日本一になれたんですけど、うん、まあ、正直日本一だとまだまだと思うんで、うん、まあ、LGS か VCT あたりを P 入れろ、P 入れろ、P 入れろ。こいつら一応もうプロチームなるやつらだからな。本当に一気にフェンネルの上の人が LINE グループでいろいろ言われるんだからな。そんな動画上げてどうするんですかって言われるからな、本当にベースタイトルとか出したら本当に。ある程度その辺から続けて、うん、まあ、次の目標を探しながらっていうのは、そんな感じでやっていくことが持っていきたいなと思います。はい、そしてファンの方々、そして関係者や、いや、まあ、本当に正直もう、なんて言うんだろう、
結構感情を表なす苦手なんですけど、うん、まあ、本当にこうめちゃめちゃこう感謝してるんで、そのファンの方もそうですし、何が本当もうヘンデルの皆さんにもめちゃめちゃ感謝します。ありがとうございます。今後も今後も頑張ります、はい、さあそして最後、まあちょっとくんが謹慎に入ってから、まあ、一番多分俺がすごい試練を与えたオーダーできないのにオーダーしろお前はやめ、あのすごい理不尽言って無理やりやらせて3ヶ月間めっちゃ苦しめたし、でロースター変更の時もやっぱりなぜかこいつが言われたんですよ、お前はいたらツイートするからだって本当に事実だから、ね、まあでもロースター変更の時もすごいやっぱり批判とか、バッシング毎日来てて、ね、出たくないって言った時もあって、でもまあ優勝するためには俺必要だと思ってたし、やめたいって言った時もあったもんな、ほんと時から止められたもんなってね。まあそんなフォロワーから、今後の目標、そして、ファン関係者の方々へお願いします。今回のチャンピオンシップ結構多分同節 2.5 以上行ったって聞いてて、2万7000人からやっぱ熱、やっぱこういうでっかい大会とかプライム大会行ってやっぱ普段見てない人も見るっていうあれもあるし、俺はAK が1回回してるじゃないですか、2冠、うん、俺まだチャンピオンシップ来年もあると思ってるし、なんならまだまだ続くと思ってるから、うん、まあ、AK 超えてね、3冠ぐらい、うん、3冠以上も俺は目指していきたいなと思ってるんで、まあ、プロリーグは俺はもう来年のチャンピオンシップに向けての足場だとしか思ってないんで正直、うん、だからその来年のチャンピオンシップ来年再来年に向けてまた、ね、上にどんどん上がっていけるように頑張っていこうかなって。で、ファンの皆様とね、運営陣、まあ、運営陣と特に俺も、まあ、くんちゃんほどじゃないと思うんですけどまあ、いろいろ脱退とかのやつで迷惑かけたりもしたし、まあ、だからそこに関しては本当に、まあ、引き止めてくれたりね、社長直々に引き止めてくれたりとかもしてたんで、まあ、俺を運営でさせてくれてありがとうございます。で、ファンの皆様はね、いつも応援してくださって、もう終わった後、Twitter も多分俺300から500ぐらい DM もらってて、まだ貸し切れてないですけど、まあ、本当に皆さんの応援のおかげでね、今があるんで、みんなの声で俺は頑張ってこれてるんで、これからも本当に応援よろしくお願いします。はい、ということでね、チャンピオンシップ、2022年栄光の時を終えて、マンティスの選手にいろいろな今後の目標であったりだとか、振り返りをしてもらいました。そしてね、まあ本当に仏たちから世代が変わってすごい弱かったマンティスが1年間で日本一になるところまで来たので、まあ今後もそこだけじゃなくて、やっぱり本当にコロアが言ってたように2冠3冠AK を超えるレベル、もう AKAK っていつまでも言われてんの鬱陶しいんで本当に、うん、AK を超えるチームがいないとか言われてんの鬱陶しいんで、うちが超えるんで信じてまた有言実行するんで、応援し続けてください。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。レオあ、なんかコロワ君なんか、はい、これ俺、手紙書いてきたんで後で読んでください。これ何これ、お前が書いたの。そうです。え、お前らは、え、俺が、お前が書い、え、お前らは俺100円あるからあったなマスク、マスク、じゃコロワ君読んでよ無理無理無理、絶対赤、いや絶対赤、ここ見たい。手紙ってね、その人に向けて書いてもらって読むものじゃないから。しかも赤ホテルじゃん、ちゃんと止まったところがあるじゃん。あれ泣いてる？泣いてない泣いてない泣いてない、すごい、見えるかな、見える。まあ俺のパパは V3 さんじゃなくて、V3 さんはマンティスのパパですって書いてありますけど、僕はマンティスのパパじゃなくてコロアのパパです。よろしくお願いします